ハンブルク中央駅はドイツハンブルクの中心となる駅。1日の平均利用者数は約55万人でドイツ最大である。かつてハンブルクには4つのターミナル駅があったが、これらを統合して中央駅を建設する計画が浮上した。1900年に工募で駅舎デザインが決定されて設計と建設が始められ、1906年に開業した。駅舎は ルネサンスリバイバル様式の建物で二つの時計塔を備えている。通過式のプラットフォームは地面を掘り下げて構築され、大屋根で覆われている。駅舎は第二次世界大戦で激しい損傷を受けたが、戦後に復興された。地下鉄、S バーン遠距離列車ともに停車する。地下鉄の道下に駅がある。アイスの停車駅でベルリンをはじめ、ライプツヒ。 フランクフルトアムマイン、ドレスデン、シュトットガルト、ミュンヘンなどと結ばれている。近隣のアルトナに車庫があるため、ハンブルク中央駅でなくハンブルクアルトナ駅を始発駅とする路線が多い。国際列車も発着しており、チェコのプラハ、オーストリアのウィーン、ハンガリーのブダペスト、ポーランドのクラクフ、スイスのチューリッヒ、クールなどと結ばれている。北欧方面とも、デンマークのオーフス、 コッペンハーゲンなどと結ばれている。IATA 空港コード、ZMB が割り振られている。サービスウントアインカウフェンイン75ゲシフタン、イムハンバーガーハウトボンハーフ、インフォーメーションアウフボンホーフ、で、オブジェルフェンエーム13、ディセンバー2008テンプレート、バンイコールアイクルハンブルクセン。ありがとうございます。